とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー、張り切って回っていきましょう。4周でも結構短いなっていう風に思えるようになりました。まあ、21回までだからね。ということで、今日は5回行きます。5周だね。まあ、時間にしては、30回を3周するよりも、まあ短いんではないでしょうか。5周頑張っていこう。本当にね、今回は結構チャンスだと思う。最初ね、出た頃は難しかったんだけども、もう楽にな、あ、待って、忘れた。もういいか。もういいや。普通に倒しますよ。もう、最悪だ。もうちょっと待って待って、このレイス普通に倒そう。もう思いっきり忘れてた。おっしゃ、いけ。あ、意外と減らせない。まあマルチショットが出るか出ないかだよね。めちゃめちゃ出るなら倒せるけど、出ないならこんな感じよ。はい、あ、もう何を喋ってたかもう忘れた。まあ、とりあえず今日5周ですね。サクッと行きましょう。1周目はなんだ、何が出る。おお、いきなりクールダウンだぞ。いきなりクールダウン付きの防具が来ました。防護もついてるし使いやすいと思うな。遠距離ダメージ 30%で、もともと雪玉。でも雪玉1ってね、5秒に1回ぐらいしか打ち込まないんで、あんまり意味はないかな。あ、でもまあまあ、クールダウン、防護、稲妻フォーカス。まあ、帯電でもいいね。つくので、全然使っていけるやつだよ。フロストバイト、これにしときましょう。おお、幸先がいいぞ。それでは2周目行きましょう。早い早い。まあ、多分まだね、タワーが出てから3日目、4日目かなぐらい。あ、忘れてた、また忘れてた、最悪。なんで、ちょっと楽しめてやってるからかもしれないけども、すっごい楽ですね。あれ？おーおーおー、倒した。雑魚がいるのかと思った。はい。まあ、ちょっとミスっちゃいましたけども、見ていきましょう。2周目、なんだ？いいの来て。ラギットか。まあ、もともとクールダウンついてるけども、性能はこれいまいちなんだよね。エンチャントも微妙だな。微妙だな。まあまあ、これにしてお供え物にするか。はい、それでは3周目いってみましょう。もう話はあまりせずにミスらないよ。ピチャリか。 OK、 いけましたね。どうしても話に集中するとね、忘れちゃうんだよな。はい、では、まあまあ、うまいこと、防具が出てきてくれるんね。防具が出る。この調子で、影が出てきてほしいんだよな。影のクールダウン付き、お願いします。お願い。本当お願い。そろそろちょうだい。ビーハイブか。ビーハイブか。いらねえんだよな。まあまあまあ。はい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 。クールダウンはついてない。全部いらんな。まあまあ、殺戮のお供え物かな。これだね。それでは4周目いくぞー。なんかいい感じの気がする。いい感じに出ている気がするんだよな。ずっと防具が。頼むよ。お願い。
4周目サクッといこう、サクッと。うわーひどい、4周目ひどいな、これなんだこれ。ノーマル、ノーマル、しかもユニークだけど狩人の契約いらねえなー。まあこれでしょう。はい、ではラストいこう。それでは5周目いきましょう。ラスト張り切っていきましょうか。じゃあ一回またね普通に倒します。いけ、なんかさっきうまいこと言ったんだけどな。うまいこといくときいかないときが、ああもうこいつめんどくさいな。はいはいはい、まずその鈍足にしてくる敵をなんとかしないと若干時間かかるな。はいはい、おしまいだ。なんか戦い方が地味だな。まあいいや、5周目最後は何かお願いします。頼む。まあ防具防具だけども微妙な防具だな。弓はダメ。まあクールダウンはクールダウンはついてるんだけどさ、これはあれでしょう、デスバーター1なんで150個エメラルドいるからちょっと厳しいやつだよな。タイタンはどうだ。タイタンいらないな。金メッキいる？金メッキいらないな。あ、でもまあまあまあ、まあ150個だけど一応デスバーターもついてるし、クールダウンのヘルスエナジーもあんのか。いやー微妙だけども、まあまあこれが一番マシかな。そこそこです、これにしときましょう。はい、ということで今日は5周大急ぎでやっていきました。もう簡単だね、楽勝で高速周回できるようになってます。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。